かまどとミクロシンの、はい、夏色ハイスクール青春白書、義務実況を始めていきたいと思います、はい。まあ、今日もミクノシンいないってことで、はい、そうですね、うん、今日はミクノシンがおらず、うん、まあ、何でかも全く分かりません、うん、ただ今朝は僕の LINE に今日行けないので、山ラジを呼んでおきましたっていうのが今朝届いたくらいなので、本当に僕は分かりません。俺は結構前から知らされてたんですけどね。山ラジは聞いてたの、うん、そっちには全然俺には何も、いや、なんかその来れないかもしれないから、うん、その時はかまど一人になっちゃうのもあれだから、なんか録画、うん、だから事前にゲーム実況だけやって、うん、その録画をリアルタイムで流す、うん、あ、そういうこともできるんだっていうのができるらしくて、そうすると思うわって言ってた、うん、ただそこから連絡がなかったから、うん、あ、じゃあまあ別に来れるんだと思って、うん、その録画を事前に収録するって言われても俺時間ないし、したら今朝ね、はい、来れませんって、山ラジ呼んでおきましたっていや俺も山ラジ好きだから緊張しちゃうしね。いやー本当にね、これが久しぶりに会ったとかならまだその話もあるいや久しぶりかもしんないじゃん。いやいや、昨日会ったじゃないですか。あれ昨日会ったっけ。昨日ね、昨日なんだっけ、昨日俺がボーグルグル回してる横で、ああいたな本当だ、昨日会ってんじゃねえかよしかもそれはまた別のお仕事の話だから中身は言えねえし、中身は言えない話は別にもう広がらないなんだよ、あ、本当だ、コメントにも棒回したじゃんって言われてるよ。そうだよ、棒回したんだあの棒だって見せていいやつかどうかもギリギリだからな。大丈夫、自負にしてね、めちゃめちゃ荒くしてるなんかこれはゲームはどうなってるの。ゲームはね、山ラジがいない間に、うん、あれ山ラジいたんだっけな、うん、弥生先輩っていう、うんうん、先輩いたじゃんか、ちょっとエッチな、うん、おっぱい棒いんの、うん、あの人とちょっと一夜を共に過ごすみたいな。ああ、見た、見てくれてんのかよ。なんだっけ、すげえつまんなかったですよ。そうあ、やすみのさんがいたかいか。そうそう、あ、やすみのさん、高谷さんじゃないっけ。あれ、高谷さんだっけ。あ、やすみのさんがいたとき、うん、そうだで、なんかね、なぞなぞ大会みたいな。そうそう、毎晩や、なんか夜通しでやってもう疲れちゃうの、なぞなぞ大会っていうくそつまんねえとでもあれはなんかこのゲームの中で唯一めちゃめちゃ何かが起きたっていうイベントが動いた時だったから、うん、本当はね大歓迎しなきゃいけないんだけど、やっぱりちょっともうユーモアセンスがなさすぎて、まあしょうがないよねだってあれでしょ、お姉ちゃんバルとか作ってる会社でしょ。おいおいおい、ちょっと待って、制作会社の悪口言うなよどうもね、俺このね、うん、ゲームを作ってるやつらの倫理観が俺はもう怪しいなと思ってるから、ちょっと今後ね、やっぱ僕らのプレイング次第で分岐していただかないといや、なんか前回はほらロックマンやってたじゃない。あ、ロックマンやったね、うん、あれもなんかそのミクノシンが、うん、そのまあ機材トラブルを起こして、うん、このゲームができない状態にしたんだよ、ミクノシンも。うん、まあ結果的に言うとナイスプレーだったのかもしれんけど、そう思うんだよねいや前々回でその安美乃さんが、うん、タブーに触れたじゃない。そうね、うん、これ面白いかっていう、それでもう一区切りついたかなって思っちゃったんだけどなるほどね、うん、まあその別のゲームでもいいんだけど、これゲームしながらダラダラ喋るのが僕は嫌いではないので、うん、その積極的に次やるゲームがなかったら別に、ね、うん、スイッチする必要もないかなって思ってたんだけど、今日の山ラジの感じ見ると別のゲームやった方がよかったいや、ね、今日はちゃんとミクノシンの代打ってことで、おうおう、上げてきましょういや絶対無理だろいやもう無理じゃんもう無理になってんじゃねえか、あ、
困ったな、ちょっとコメントでも読もうかね。うん、あでも山ラジのその棒を回す自負のやつについてコメント来てる。うん、なんて、あの彼岸島みたいなやつそうね、でっかい丸太みたいなのを、うん、あの山ラジが回すっていう、ただそれだけの自負だったんだけど、ぬみんな持ったかって言ってたね。まあ、もうちょっと太いけどね確かにあれで吸血鬼は倒せんから、うん、あのお寿司さんがその前日だっけなに、そうそうそう、ちょうどね、おもころの記事特集で、あの昔お寿司さんっていうライターの方が子供だった時にお父さんからなんかしてもらった、そういうと、うん、思い出のことを漫画にされてて、うん、それを山田氏がバカにした。違う違う違う、ね、俺はお寿司さんをすごい本当に応援してる、うん、あの同期だからなんで同期って、おもころの同期だから、お寿司さん、あの人39だぞもう。いや同期だから、なんで同期って、まあ、正確に言うと、うん、俺が1ヶ月後輩なのかないいよそんなところ。あのお寿司さんが、うん、なんだっけ、備長炭を鳴らしたみたいな指パッチンをできる友達に憧れて、うん、俺もなんか趣味が欲しいっていう、うん、それで人の誕生日から星座を正確に当てられるっていう特技を習得するそんなのやってたの。それを読んでからね、うん、伸びるなそれは同期に対する目線でもおかしいからな、伸びるなっていうのは。そうね、あれおもころ杯だっけ。俺はおもころ杯で、うんうん、おっさん多分な、原宿さんの知り合いとか、あ友達とか、そコネクション系の、うん、ちょっと待って、こいつ熱中症でぶっ倒れてるやつ、いるぞ熱中症はね、本当に怖いからねちょっとこれは戒めのために撮っておくか、うん、顔見れない、なんかえげつ、こいつめちゃめちゃ尻割れてるんじゃない背中周り尻女、スーパーシリオンだな。それはどうかな。山田さんも案外中堅、おもころで言うとね。そうなんだよね。何年ぐらいなの。4年目かな。ああ。ミクノシンが3年目。ミクノシン3年目。うん、僕2年目ぐらい。うん、意外とそんな年数離れてはいないのね、うんうん、山田じゃあれだよね、ゲームキューブをコンクリートをぶち割る、ゲームキューブで瓦を割るどういう記事だよそれ今年もおもころ杯やるのかな。おもころ杯っていう、まあ、記事の賞レースみたいなのがあって、うんうん、それで送ってきた人で面白いってなった人がおもころ入ったりするのね、うんうん、俺が入った年の前の年は確かなかったんだよ。あ、そうなんだ、うん、ヨピデミー杯とか。それが2年前で。あ、そうなんだ。確かに1年空いてた気がする。ん、ババアじゃん。いや、とは限んねえだろ。あ、山田氏、合宿は何回行きましたって。合宿は2回です。2回、あ、そうなんだ。おもころ合宿って毎回夏におもころの方たち、あのバーグハンバーグバーグの方たちが連れてってくれる、まあみんなで一泊二日の一発ねまあまあみんなで一発ずつやるっていう合宿だったけど、俺が入った年から始まったんだけど。あ、そうなんだ、うん、山田氏行かなかったの。じゃあ特集が出たのが確か4月くらいで、俺の。はい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 。で特集出た後にそのチャットワークっていうその連絡ツールでね、おもころ連絡ツールの全員が入ってるなんか連絡ツールみたいなところに入れられたんだけど、この山田下ラジオさんが入室しましたっていうメッセージの3行目くらいで合宿が締め切られた、うん、なるほどね。いやまあ確かにそれで合宿に行きたいですとは言えんよ。それは行けないでしょ、さすがに。え、2回目ってことは、じゃあ俺も、うん、今年で2回目だったんだけど、一緒、うんうん、2回目あ、そ、あれ ?3 回あれ、おいおいおい、あ、そう、3回もう大学生だろ。そうなんだよ、来年から社会人だろ。
それは定かではない。合宿も、うん、特に何があるわけでもないもんね。みんなで何かをするわけではないから、うん、だからね、そう、思い出がこう全部ギュッてなっちゃうから、あ、何年行こうと変わらないんだよ。めったなこと言うね。さっきさ、バーグの社内にもう帰られたけど、巻蔵さんが、うん、あ、マジで社内にさっきまでいらっしゃって、うんうん、なんかわかんないけど多分バーグに遊びに来てたんだって、うん、普通に遊びに来てたんだけど、皆さんがちゃんと仕事してるから、うん、誰も話す人がいねえって。あ、で、俺がこの30分前ぐらいにここに着いた時に、うん、なんかめっちゃ同志を見つけたみたいな顔で寄ってこられて、そのゲーム実況あるんでしょみたいな、でミクノシンも来るからちょっとミクノシンとお話ししようと思ってめっちゃ満面の笑みで言ってたんだけど、すいませんミクノシンは来ないですって。悪かったなかまどで。かまどじゃな、牧蔵さんはちょっと満足させられないね。確かにちょっと牧蔵さんミクノシンのものを欲しげな顔してたな、うん。これもぜひツイッターとかに書いて牧野さんの目に触れて、うんうん、ミクロシンが言ってたってことにしてほしいな。そうですね。でも山ラジがさ、うん、もうそのミクロシンから山ラジが来るとは聞いてたけど、はい、その本当に来るかどうかは分かんないじゃん、まあ、その仕事があってとか、うんうん、まあ、電車が遅れてとか、うん、だからちょっと本当に寸前まで牧野さんにお願いしてたんだけど、すみません、牧蔵さん。牧蔵さんも呼べばよかった。絶対嫌だって言ってた。牧蔵さんの初顔出しがする。なんか牧蔵さんも合宿に来られなくてね。うんうん、だからさすがになんか若い人が多いからちょっと気まずいよみたいなことをおっしゃってたけど。うんうん、そう、でもね、牧蔵さんはなんだっけ。今年の合宿は牛テールスープをみんなで作って食べたいって言ってた。何それ。牛のテールを、うん、あの合宿場行くと大体でかい鍋があるでしょ。はい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 。お家の鍋じゃできないから、あるある、みんなに炊き出しみたいなね。そう、あのガス代もかかるし、はいはいはい、でかい鍋でもうじっくりコトコト牛テールを煮込みたいんだっていう夢を語ってたんだけど、うん、まあ、そう、来なかったんだよ、なぜか来なかった。なんか牛テールスープって最近なんかで聞いた気がすんな。今日かあれ、なんか牛テールスープってなんかで最近おもころの記事に出ませんでした。いや、おもころの記事じゃないでしょ。なんだっけ、あのワイルドワイルドハンバーグ。これまあ見てる人は多分ほとんど分からんかもしれない、うん、ちょっと今日のおもころのトップで、ね、文字そばっていう、そうですね、1000文字ぐらいのコラムみたいなのをみんなで書くっていう、その週に3回更新してるやつがあって、文字そばっていうコンテンツなんですけど、大人気コンテンツだね、うん、それが今日更新されてたんだけど、うん、なんか明らかにちょっと様子が違う、うん、なんかどこぞのクソみたいなまとめサイトの文みたいなのが何だったんだろうな、分からん、なんか、うん、俺あんなひどい打文をおもころで見ることになるとは思わんかった。俺本当にキレたもん、うん、まあ、ちなみに僕はあの人間にチェンジするタイプです。どうでもよ、ワイルドハンバーグの時はインゲンに毎回チェンジします。美味しいんだね。知らねえ。ひどかったなあれ。なんでよあれが世に出たんだろう。めちゃめちゃ、おい、エテコーみたいな声が聞こえてるぞ。これ、スイッチ見てる人は分かんないから。今、エテコーの声が聞こえてます。聞こえてましたね。ちょっと、あのケーキ食っていいですか。はぁ、あの今日誕生日なんですよ。嘘、そうなの、うん、マジ。そうそうそう、
山田氏今日誕生日だ。俺今日誕生日だからさ、ちょっともうゲームとかやってる場合じゃないじゃん。ケーキ食いたくて、うん、来る途中にファミマがあったからさ、うん、来たんだけど見えるな、映ってる、もうラグがすごくて、あ、映ってる、こっちは映ってる、映ってる、もうなんかケーキって書いたの、これしかな、うん、それ分類ケーキか、それプディブリュレチーズケーキ、ブリュレチーズケーキ、ジャンル的にはプディングだぜ、それ、うん、本当はチーズケーキじゃなくてね、ショートケーキだったいや、それ、あ、ごめん、俺知らんかった、それは、ちょっと、いただきます。いや、ちょっとそんなん分かってたら、いや、これもうミクノシンのせいよね、そんな時に呼んだって。本当にさ、だって山梨だって家で待ってる人いるんでしょ、多分お祝いしようみたいな。まあね、まあね、申し訳ない、それちょっと今日は早めに終わってそっちの方に行かないと。まあねまあね、うん、あ、でもコメントもあるよ、うん、誕生日なのに、うん、駆けつけずに配信を任せるミクノシン、うん、いや、祝ってあげて、ミクノシンの陰口じゃなくて、うん、あ、でもおめでとうございます、おめでとうって、おめでとうございます、山梨誕生日配信にしようだって。あ、いいね、いいけど、何の準備もしてねえかんよご就職おめでとうじゃないんだよあれ、コメントにあった、うん、ふざけたやつ、別に、あ、おめでとう。山梨って何歳になったのだって。ね、25です。 25? はい、ってことは、あれか、恐山さんと同い年だね。いいでしょ、高いはいいでしょそこはさ、この子が一番好きなんだよな。山梨誕生日なんや。ちょっと大きい声で言ってたら、なんか隣の人たちが聞きつけて、めっちゃでっかいケーキ買ってきてくれるかも。今日誕生日なんですけどそれは注文してるじゃん、今日。あのあのって言っちゃって。いや、それは申し訳ないな、わざわざ来て。うまいなんだろうこれ。いや、もうそれもう OL のご褒美みたいなケーキを誕生日に食うなよ、うん、うまいんだよねいや、違うな、そんなケーキしか食べさせることができなかった俺の不甲斐なさだな。それはいいんだってカマちゃん頑張ってんだからさ。なんでそれあの陸上部の子、雪の光っていうの。そうそう、雪村光だったか。雪村か、うん。いや、もうさすがにね、ミクノシンのプレイングとか、うん、一番最初に補導された経歴とかも考えてね、うん、あとまあなんか成り行き任せたら、さすがにあの子は攻略するルートにはもう入ってねえだろうなって思う、ね、ああ、そうなんだ、残念だ、うん、だからまあミクノシンが好きなタマちゃんか、うん、僕が割と好きな弥生先輩、うん、まあでもなんかあんだけ話が進んだんだから弥生先輩の方がいい気がするけどなと、うん、弥生先輩好きよ。あ、本当、うん、まあ、年上の方がいいよな。あ、そうかもね。まあ、なんか万引きしそうなやつがめっちゃいるわ。こいつ顔あるか顔なくねえか、これ。なんで顔がねえ顔あんのかよ。こいつ話しかけることもできねえわなんだなんだてめえ。あ、山田氏おめでとうって言って、うん、課金みたいな、なんかアイコンもらってる。マジで、何それ。なんか三角形の。あ、これがそうなんだ。なんかオリハルコンみたいな、なんかコロコロ回ってるけど、うん、多分これ課金アイテムじゃん。課金なの、すごい。まあ、わかんねえけど、俺はそうだと捉えてる山田氏の誕生日だっつうのに、まあ、この人だけよ、やっぱり気持ち、心からお祝いしてくれてるの。ありがとうね。ソングフォー御徒町だろ、どうせ。あ、そういうこと。うん、こいつの OKCMC、 あ、こいつも、こいつのアルファベット見たらわかるかまど質問箱閉じたのって書いてある。
何何？質問箱閉じたの。ああ閉じた閉じた。もういいだろ。質問箱って言ってあのみんなでなんかね匿名で何でも送れるサービスをしばらく使って遊んでたんだけど、まあもういいかなと。もう一通り、あとはもう同じことの繰り返しだなと思ったから、まあいいかと思って。何始めたんだっけ？何始めたんだ？エイプリルフールの時に、うん、なんか、何だっけな、すげえテンションが上がって、うん、セルフリツイートとか、エゴサリツイートとか、うん、なんかその辺を一回やってみようと思って、4月1日に。うん、なんか、エイプリルフールだから一緒みたいな言い訳込みで。うん、その時になんか、質問箱もやってみたら面白いかなと思って、一回やってみた。したら質問を無視することができなくて、うん、来た質問をだからちょっと全部に返しますねって。そしたら返しても返してもゼロにならなくて、うん、もうやっぱ途中でやっぱ自暴自棄になってもう閉じちゃった。うーん、あれしばらくしたらあのブログだっけな、ハテブカハテナ、うん、あれに残ってる記事も全部もう証拠隠滅して、あ、マジか、かまどがそういうことしてたっていう経歴をもう全部消すから。ちゃんと全部読んでたけどね。読むんじゃねえ。だからかまどの揚げ足を取りたい人はあれスクショをしておく。あ、でも自分でも何書いたか覚えてないもん。まあなんか熱い話してたと思う。熱い話したか。俺をね褒めてくれた山ラジを、うん、山ラジの話題とか出したっけ。結構出てたよ。そうだっけ、うん、まあね、山ラジなんか褒めがいがあるよね。なんか褒めたら喜んでくれるから、うん、魚拓取るって感じ。魚拓、うん、ウェブのアーカイブね、うん、あ、いいよいいよ。いいけど別に なんかね、後になって見返そうなもんでもないからいいかなと思って。消す消す。俺もうこういう癖があんのよ。なんかもう俺ツイッターがさ、うん、今確かツイッターのアカウントが2013年から始めてるアカウントですみたいな、うん、書いてあるけど、実際なんかもうちょい、あ、もうあの結構初めからやってて、2000年代一桁ぐらい、2008、9年ぐらいから。でもやっぱ大学生だからその時、うん、なんかまあもう今思うと痛いこととかつぶやいてたりするじゃん。そうね、ろくなこと書いてない ね。だからもう全てをなしにしたいかったから、もうちょくちょく消してたもんね。なんか俺それもったいなくてできないんだよね。ああ、ろくでもないことは書いてるけど。